ーさんが休み出たのが初めて出させてもらうんで、恥ずかしくないようにアートの代表として頑張ることと、ちょっとアートの藤崎類っていうのをちょっとグループ全体でも覚えてもらえるような結果を出したいです。そうですね、やっぱみんなキラキラしてる人たちがいっぱいいると思うんで、その中では負けずにキラキラできるように頑張ります。ドリームナイト頑張るんで会いに来てください。